俺の友人は俺と違ってかなりモテるタイプなので、女性にしつこく追いかけられることも少なくない。俺としてははっきり言ってかなり羨ましいわけだが、友人としては迷惑以外の何者でもないようなので、贅沢な悩みだなとは口が裂けても言えない。その友人が3ヶ月くらい前に同僚の女性に2人きりで遊ぼうと誘われて、遊ぶより断る理由を考える方が面倒と判断した友人は OK した。そしてドライブデートをしたらしいんだが、ドライブが終わって同僚女性とさよならして家に着いた時、家の鍵がないことに気がついたらしい。うわぁ、どこかで落としたのかと思っていると、いきなり家のドアが中から開いて、お帰りなさいと同僚女性が出てきたらしい。混乱した友人はとっさにお帰りくださいと言ったようだ。友人がそれを俺に話してくれた時、俺はつい嘘だろと言って笑ってしまったが、友人は真剣な顔で、貞子より怖かったぞマジでと言っていた。どうやらドライブ中に友人がちょっと席を外した一瞬を狙って、同僚女性は友人宅の鍵を取ったようなのだが、友人曰くどうやってあいつが俺より先に家に着いたのかわからんと言ってる。いろんな意味で怖すぎる。友人がその話の最後に、ちなみにそいつは幽霊じゃないよ、だから余計怖いわと言っていた。その同僚女性はそのドライブデートの後気まずくなったのか退職したようだ。俺は一生経験することがないであろう恐怖体験だが、友人の話を聞いてるだけでその同僚女性は本当にズー数シー人だと思ったわ。